はい、どうもおはようございます。今日は5月の4日かな、土曜日ですね。8時10分ぐらいになります。ちょっと時計をね忘れてしまったんですけど、今日はすごいですね。人が上流側に 1,2,3,4,5 名ぐらい、で下流側に 1,2,3,4,5 名ぐらいという状態で、人がたくさんいらっしゃいますね。アングラさんが濁り方は昨日と同じでとっても素敵な濁り方をしていると思います。はい、こんな感じですね。笹濁りって感じです。風がだいたい上流側から下流側へ吹いてきて 2,3 メーターって感じ、そよそよって感じです。水温見ていきますね。はい、なんかねちょっと青魚の遺体があったらしいんですけど、ちょっとねもう流れちゃったみたいですね。18度です。18度あります。結構みんなベイトの率高いですね。上流側の2人もベイト、下流側の母さんもベイトです。母さんとプーさんと多分上流側の女性は、夏目さんですかね。ビッグベイト投げてる夏目さんとその相方さんがいらっしゃいますね。僕はちょっとメタルガレージでボトムを探っていきたいと思います。 20g です。飛ばな、ブレーキ強い。今日はベンダバル 89M にエクスセンス 17XSENSEDC です。はい、おっ、ベイトがいますね。今のところ夏目さんも今ちょっと来たばかりでバイトはなしということと、あと下流側に母さんっていうねアンガーさんがいらっしゃいますけど、母さんもバイトはなしということですね。こちらもトップを投げてます。ガツンと来たりして、久しぶりにこんなにね切るのが活気がある。結構もっと早い時間帯の方が人が多いみたいですね。昨日なんかも僕が昨日じゃないけど、あのもっと早い時間帯は人がすごい多かったみたいです。僕が来る頃にはみんな潮が止まっちゃったりして帰っちゃうタイミングのようですね。みんなやっぱり数少ない兆候のチャンスを最適な時間に合わせて起きてきてますよね。僕はちょっと今日奈々子さんのちょっとバトンタッチして、少しだけ現場の調査させてくれって言って来ました。なんであと5分か10分ぐらい流して終わりですね。浦安側はあの水門のところに、ね、1名いらっしゃいます。あのちょっと下流のポリエドックの下流側のところに1名いらっしゃいますね。あと反対側のフリードックのちょっと上流側の角に1名アングラさんいらっしゃいますけど、餌かルアーかはちょっとわからない。で上流側の4名はみんなルアーマンの方ですね多分やっぱり DC 音はいいっすね。久しぶりに聞くと濁り方めちゃくちゃいいですけどね。好きですけどめちゃくちゃ私。うわ、なんか高そうなクルーザー来ましたね。シーゲールかアングラスね。あの船釣りしに来そうだな。まあ先端のね三好に立ってばなんとか3名ぐらいできそうですけど、後ろのあのヨットの帆みたいなのがめちゃくちゃ邪魔そう。何時だろう。8時13分、あと2分ぐらい、あと1投で終わります。あ、マイクロベイトいます。ちょっと前にやってみましょうか。シャク手、あ、エビってる。
ちゃチヌ、チヌが釣れてるっぽいですよね。あの浦安側もが特にビビってるビビってる。はい、ということでですね、あ、やっぱティッピングかなんだ。これはよろしくない、ダメージがいってしまう。ティップにこれは良くないよ。危ない、早めにこっちにしてよかった。ガイド行ってた。結構このねレジンシェラいいっすよ、この赤いやつ。ちょっと夜には僕使いにくいなと思う、見えないから使いにくいんですけど、夜にはあのメガソウルあれ使っちゃうことが多いんですけど、日中だったらこのラインはいいと思います。僕は結構好きですね、このエクセシオールガウディスの発泡ワニのやつ。はい、ということでですね、今日はこの辺で終わりにしてもらさせてもらって、バイトに奈々子さんを迎えに行ってバイト行こうかなと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。今日のキュエドガーは、あー、活気のある朝でした。はい、では失礼いたします。また近々お会いしましょう。